越越駅ホームから江ノ島方面を望む越越駅は神奈川県鎌倉市越越2丁目にある江ノ島電鉄の駅。駅番号はン07。隣接する江ノ島駅付近から当駅までは平用軌道になり道路上を走る。短式ホーム一面一線を有する地上駅。日中は駅係員が配置され出海殺業務を行っている。ホームの藤沢方は 平用軌道と踏切が重なり、踏切はちょうど平用軌道に乗り入れる場所にあるため、遮断機が山側1機しかない。また鎌倉方も踏切となっているため、4両編成の列車は鎌倉方の1両がホームからはみ出て停車するためドアが開かない。このため、乗務員室には江ノ島、鎌倉高校前確認と表示されたドアカットスイッチが設置されているほか、車両自体が 腰越,越駅到着を認識し、ドアカットを行うように、フェールセーフが設定されている。車両に搭載されている自動放送装置でも、4両編成蘇生時には、腰越,越駅で1両ドアが開かない旨の放送が流れる。また、江ノ島駅、鎌倉高校前駅のホームにも注意書きがある。なお、スペースの関係で、車掌用のデッキは設置されていない。 1993年のホーム延長前はに、両分しかホームがなく、4両運転時は、後ろの2両編成からの乗降ができなかった。出入口には、IC カード用簡易改札機が設置されている。2019年度の1日平均乗降人員は2945人で、あり、江ノ電全15駅中9位。近年の1日平均乗降、乗車人員推移は、 下記の通り、駅前を流れる神戸川対岸の越越越駅が最寄りバス停、全路線への電バスによる運行。ありがとうございます。